ど、今のはそういう意味では上がってましたね、はい、なるほど。さあそしてペナルティーキックは豊田です。トス追加点なるか、決めました。これで2対0豊田。そして久々にこのおなじみのポーズが出ます豊田。いや勝利へ向けては非常に大きな追加点、2点目豊田です。しかも豊田に関しては去年は途中復帰したんですが復帰後の初ゴールということにもなります。豊田です。まあ、他でいろんな選手が抱擁してますけども、うん、まあ、それだけ大きくて、はい、それだけこうチームに勢いを与える素晴らしいゴールでしたね。いやー、まあ、あのコースはなかなか東口もね、多分もうこれキーパー見てないので、どちらかというともう自分の